皆さんこんばんは。こんばんは。今週も加瀬谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。加瀬谷さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、先週に引き続き、今週もリモートということになります。はい、ちなみに日本撮りなので同じ衣装と同じ場所と加湿器もたかれているという加瀬谷さんの状況になっております。はい、今回はですね、前回、若手というくくりで、ご紹介をさせていただきましたけども、今回は、セットプレーというところにフォーカスをしていきたいんですが、はい、若手でセットプレーと言いますと、加瀬谷さん、高校サッカー選手権かなりロングスローが話題になりましたが、あ、そうね、ツイッターとか SNS では、賛否両論というか、育成なので、そういうところじゃない方がいいんじゃないかとか、いやサッカー、競技場何の問題もないんだからいいんじゃないかっていう意見と、割れていたというかのはありましたね。俺は別に構わないと思ったけどな。そうですよね。それこそプレミアリーグはね、ロングスローといえばストークというチームがあって、デラップ、ね、デラップが、今ね、息子さんがマンチェスターシティでフォワードですからね。マンチェスターシティは体が笑えるよね。フォワードかっていうね、体大きいけどっていう。いやでもデラップの、ロリデラップのロングスローはすごかったですよね。だってふわーっていうボールじゃないもんね。ライナーのがズーンっていくからさ、はい、すごかったよな。すごいですよね。なんでもね、やり投げをね、若い時やってたっていうね、よく言われてましたけど、だ相当なんていうんですか、背中の筋肉がね、鍛えられているんでしょうかね。だから背筋腹筋がすごいんじゃない、相手だけでボール投げられるっていうのはね。で実際に高校サッカーで投げられる選手がまずいるっていうね、それは彼の武器ですよね。そうそうそうって言ってみれば、そうですもんね。だからなんかその中継の中で内田篤人さんが解説で、そのなんだ、最初鹿島に入団した時、ブラジル人監督に練習っていうのを、やれって言われてしたんだけど、やっぱりそう簡単にあそこまで飛ばせるものじゃないって話はしてました。そうでしょうね。持っている、いろんなセットプレーよく言いますけど、その我々セットプレーっていうとどうしてもそのフリーキックであったりとか、コーナーキックであったりとか、PK であったりとかっていう風になりますけど、実はスローインもセットプレーで、監督さんによっては代表とかでも相当実はスローインやるって聞きますし、あるいはロングスローじゃなくてもスローインからどういう風に組み立てていくか、よく今技術委員長ですけど、反町さんとかはかなり実はスローインやるっていうのはね、聞きますから、そういった意味では戦術の中に組み込まれていくんでしょうね。だってリバプールがスローインコーチ、そうだ、コーチがね、そうなんですね、スローインに特化したコーチがいるんですよね。だから昔だってサム・アラナイスがボルトンとかいろいろやってたけど、その時やっぱりコーナーキック別にあれして、ゴールキーパーの周りに4人立たしたりさ、いろいろやったから、やっぱり、それはコーナーキックだったけど、セットプレーはいろいろ面白いですよ。そうですよね。逆にそういうセットプレーをしてくるチームがあるってことは、逆にそれをなんていうんですかに対抗する守備をしなければいけないわけで、今度はおそらく高校サッカーではロングスローを対応してくるということは、ロングスローの守備をしていかなくてはいけないから、そこがまた洗練されていく、で結局使えなくなってくるとまた違う方向に行ったりっていう、トレンドなんでしょうからね。そういう流れになるんですよね。だから、トレンドって永久に続くもんじゃないからさ、これドーンって言ったらこう、この繰り返しじゃない、そのためにフットボールでまたレベルが上がっていくんだから、いいと思いますけどね。そうですね、はい、ということで、ロングスローでは今回はなく、キックで の, そのセットプレーということになるんですけれども、今回はですね、キッカーに注目をしまして、プレミアリーグ最強のプレースキッカーは誰だ選手権ということで、お届けをしていきたいというふうに思っております。では加瀬谷さん、よろしくお願いします。お願いします。まずプレミアリーグセットプレーの特徴というところでどうですかね。過去もいろいろ、先ほどね、ボルトンの話がありましたし、ストーク、ロングスローっていうのもありましたし、そういう、セットプレーというか、セットプレーもそうですし、ロングボールを武器にするところっていうのも結構チームとしていろいろありましたね。それが一つやっぱり、セットプレーはフリーキックで武器持ってないと勝てないっていう時代もあったからね。そういう意味では、この先もそれは変わらないと思うけどな。そうですね。どうですかね、今シーズンプレミアリーグの中で加瀬谷さんのこうイメージとして
そういったセットプレーをうまく使っているクラブ、セットプレーに強いチームっていうとどのチームになってきますかね。もうオードプラグだからサウサンプトン。まあこの後おそらくそういう話になっていくんですけど、あのやっぱりそこなんですよね。僕もこれもうチームって言ったらもうねっていうより選手で結局サウサンプトンかっていうね。そうですよね。どうですか、逆にこうセットプレーで苦しんでる、はい、ちょっとねあのマンチェスターユナイテッドもコーナーキックで取られたりとか結構してますよね。どうなんですか。ああだから要するに、ユナイテッドだったらリンデレンが出てるときはリンデレンのとこ狙われるじゃん、背高いのに、はい、ネングうまくない、あとはスパーズもコーナーキックの守り方あんまりうまくないでしょ。2番、はい、のところにケインを置いてるけど、だいたいケインの前の、ケインの前に入られて、ボールちょっとフリックさせられて、みたいなところも、だから、その辺の守り方あれば、ちょっと、ユナイテッドと、スパーズは気にはなるよね。うん、そうですね。うん、もうね、先ほど早速出ましたので、もう選手の方に行きたいと思いますけれども、うん、どうですか、まあ、今シーズンフリーキック。まあ、あの、一応、台本上はフリーキック、直接、まあ、狙うタイプ、あるいは、まあ、コーナーキック、まあ、おそらくこう合わせていく、まあ、フリーキックでもそうでしょうけど、まあ、それの名手別々にということで書いてあるんですけども、粕谷さんどうですか、そのあたり今プレスキッカーというところで言うと、あの直接狙うにしても、うん、合わせるにしてもやっぱり、はい、ボードプラスの精度は相当高いですよ、うん、結局そうなんですよね、うん、いや僕もそれで生駒さんに送ったんですけど、僕も両方ともこれ同じ選手でウォードプラウズですってやっぱり送ったんですけど、結局笠谷さん今シーズンもう今もうウォードプラウズになりますよね。あのね、はい、その合わせるっていうことになって、うん、それでそこからアシストっていうところまで含めてね、その、はい、スピードまで上げると多分デブライネになってくると思うので、ああまあそうか、うん、まあそうね、デブライネさんそうですね、それは要するに前線のタレントの質が上がるから、はいはいはい、だからもし、ウォードプラズがシティに切ってきたとしたら、はい、多分、デブライネのそのフリーキックに関する負担はもっと減ると思うんだけど、はいはい、でウォードプラズの数字は上がると思うけど、はい、サウスアプトンで、うん、ずっとやってて、彼フリーキックだけもう、なんだ、全部で8点決めてるんだよね、キャリアで、はい。これちょっと BBC の出たなんですけど、はい、このセットプレーの得点で一番多いのはやっぱりベッコなんですよ。で、はい。18点。はい。うん、で、アンリが、アンリとゾラが12点で、はい。昔サンダランドにいたセバスティン・ラーション、それからユナイテッドのクリスティアン・ラーランド11点だよね、うん。もうそこに近寄ってっからさ、そうですね、ウォードプラーズは。はい。だからうまくすれば、まあ、今シーズン中にもう、3点取るかね、セットプレーで。うん、あーしたらすごいけどな。セットプレー直接の最多ゴールって、シーズンの最多ってベッカムなんだってね。おうおう、うん、ね。ベッカムが0001と0102、はい、それぞれ5点ずつ決めてる、はい。で、今、ウォードプラス2位でしょ、今シーズン。だから、ひょっとすると、行くかもね。うん。本当ですね。だから巻いて落としたり。はい、うん。まあその質はいろいろと、うん、もうキックの質も増えてきてるから、はい、まあ、うん、あの、サンサンプトンは見てるだけでも普通に面白いでしょ、前からプレスかけて、うん、はい、うん、そこにやっぱり、オードプラザのトレンドが1枚いると、うん、これはなかなかね、はい、見る価値のあるチームになってるし、リバプールに勝った時に、まあ、ハゼヒットの男泣きはちょっと、ジーンと来ましたね。さあ、そう、だってテーマから外れちゃうけど。うん、確かにあのシーンは本当にいいですね。いいですね。いやね、本当にあれ、それだけリバプールがすごいのかなっていうのを僕も感じたんですよね。リバプールっていうチームがすごいからこそ、あの、まあ、あるいは、まあ、同い年か、そのクロップとの関係とかっていうのもあるのかもしれないですけど、あれ膝をついてのね、涙っていうのもね、その、ぐっとくるものは本当にありましたけど、まあ、そのチームに、あってウォードプラーズ、まあ、直接もそうですし、コーナーキックも本当にいいキック蹴りますもんね。そうね、うん、早くていいボールになったよね、うん、でタッチ踏み込みとか見てるのはちょっとベッカム意識するよね。うん、そうですね、うん、どうですか、まあ、2人ともやっぱりもどうしてもウォードプラーズ、これ皆さんもおそらくそうなんじゃないかなっていうのはね思いますけど、
あとは、ね、デブライネ、それこそ合わせるっていうところで言うとデブライネだったり、どうですかね。他に僕は、その、まあ、マディソンとか、アレクサンダー・アーノルドとか、あるいは、まあ、ちょっと最近はゲーム出てないですけど、その、チェルシー時代のウィリアン、彼の結構直接フリーキック僕が決める、まあ、プレミア以外でもチャンピオンズリーグもそうですけど、決めるっていうイメージはあったんで、今、そのプレミアにいるチームではこういった選手かなと思ったんですけど、カセヤさんどうですか、そのウォード・プラウズ以外は。一時プレ、セットプレーとかフリーキックの成功率が高かった、またね。ああ、そうか、そうですね。またそうなんですよ。今、実はそうなんですよね。確率的には非常に高いんですよね、実は。そうね。だから、ちょっとね、今出場機会が減ってきちゃってて、なかなか、その妙技を見ることはないんだけど、そんなに、ああっていうのはまたはないよね、フリーキックはね。直接うまく決めるし、やっぱり合わせるボールでもうまいし、その辺は、ね、今あまり、なんだろう、ちょっと、話題に上ることなくなってきちゃいましたけど、出た時はぜひ見てっていう感じですよね。そう、なんていうんですかね、やっぱ、キックを蹴る回数というかは、そんなに多くないと思うんですよ。ただ、決めてるから、それこそ、なので、決定率も高いわけですよね。そうね。蹴る回数で減ってきたとはいえ、でもその減ったら減ったなりに少し感覚が鈍るのかなと思うけど、また鈍ってないからね。やっぱさすがだなと思う。もっとね。だけど、フリーキック蹴りたがる人結構いるけどさ、あんまり上手い人いないんだよな。多いですからね。だからたまにさ、すごいの蹴るじゃん、ラジオボールも。でも安定しないよね。なるほど。前、フレタップで見たときさ、ベイルがすげえ落としてましたね、むちゃくちゃ。迎えてみたいな感じで、ブレナーが落としてましたね。一回ぐっとホップしてさ、はい、ドロップしてさ、テントするってあれどうやって蹴るの、はい、で、すごいですよね。すごいですよね。うん、でもあれはやっぱなんか、一時期ボールがね、蹴りやすいっていう時もあったみたいですけど、そうじゃない時は、まあ今は元に戻ったと思うんですけど、やっぱああいう、その、蹴り方ができる人って、相当やっぱり、まあ、蹴る技術もそうだし、あとは体幹であったりとか、筋肉とかって結構言いますけど、まあ、日本だと、三浦篤さんが、まあ、第一人者みたいなところがあると思うんですよね、ブレ玉。あとは、やっぱりリオンの、ジュリノ・フェルナンブガードか、ですかね。ジュリノ・フェルナンブガードは歴代のベストじゃないか。ですよね。多分、彼だな、メッカーまで彼だな、その、ただ、なんていうんですかね、ジュニーノは、なんていうんですかね、イメージとすると、それこそベイルとか、のイメージ、そのクリスチャン・ロナウドのブレ玉とかのイメージじゃないですか、ただ、その本人に、それこそ一回、遠藤正弘さんと一緒に現地中継にフランスリーグワン担当した時に行って、ジュニーノ・ペレナム・カーノに、インタビュー、遠藤さんがしたんですよ。で遠藤さんがどういう風なイメージで蹴ってるんだって言ったら、テニスって言ったんですよ、彼は。だから僕らがイメージしてるのと違う、なんか擦る感じだって言って、あ、押し出す感じじゃないんだっていう、押し出すテニス、あ、でも押し出すのか、押し出しながらこう少しこうドライブかけるような感じみたいなところみたいですけど、テニスのイメージだって言ってました。ああ、そうなんだ。はい。テニスのラッ、まあ、これはやってる人なんて分かんないのかな。分かんないですよね。ああ、そうなんだっていうね。ちょうどそういう話になりましたので、勝谷さん、先ほどね、順位を、その本数、フリーキックの本数を、ベッカム、アンリーであったり、ゾラ、セバスチャン・ラーションとか、まあ、クリスチャン・ロナウドっていうお話がありましたけど、どうですか、歴代で考えても、言うと、やっぱりベッカムですか？見たときに、もうベッカム見たのってさ、もう俺大人じゃん。はい、だから印象としてさ、うわ、いい選手だなと思うんだけど、すげえって思ったのはやっぱり70年代になっちゃって。やっぱそのブラジルのリベリーノとか、はい、フランシスコ・マリーニョとか、両方左足だったんだけど、はい、ちょっと、これはもう、魔法かっていうぐらいだったんだよね。だから、今ほどボールは質は良くないのさ、完全に。そうですよね。はい。でしょ、変化をつけやすいみたいな感じで、昔はもっと完全兄弟がデコボコしてたから、それでも、はい、魔球みたいなボール蹴ったし、カーツって、はい、選手、止める間に味方が入って、その、
味方がしゃがんだか、しゃがんでそこの間通すとかってあったじゃない。はい、だからそういうのは、リベリーノなんて頻繁にやってたし、うんうん、だから、うん、ちょっとな、すごいことをやってる選手がいるなと思った。だから、あときっとロベルト・カイトの名前挙げる人いると思いますけど、ロベルト・カイト1、はい、2発だよ、すごかった。あと多分、そんなに成功率は高くなかったと思うけどね。あ、そうですね。僕、それこそ現役時代でそんなにこう見られてないんですけど、クーマンはやっぱすごかったですか？クーマンはね、やっぱり長距離方で。長距離方でっていうふうに言いますよね。ドカーンと蹴るのがすごかったし。だから、インステップ効くのインパクトがすごかったし。だから、よくさ、その当時さ、なんか牛をも殺すとか言われてたなんでだろう誰が見たんだろうだそれほどすごいって意味なんだろうけど、ね、ちょっと余計なことなのとは思った。でもすごかったよ、やっぱり。うん、ですね。そうなんですね。そうか。プレミアリーグに限って言うとどうなりますか、先生。他にいますか。プレミアリーグに限って言うと、やっぱり、ゾラは印象に残ってるけどね。うん、やっぱり20メートル、25メートルぐらいの雰囲気とか、はいはい、本当成功率高かったし、うん、でその当時、僕は PK よりフリーキックの方が得意ですってぐらいの人だった。はい。うん。巻いて落とすのはね。そうですね。教えてましたよね。なんか、放物線が綺麗だったイメージがあるんですよね。そうそうね、うん。なんとなく。ね、それはもちろんベッカムもそうなんですけど、うん、そうですよね。やっぱそう。合わせるのも上手かったでしょう、だって。誰ですか？合わせるのもベッカム。合わせるの、ああ、そうですね。うん、そうですね。ヨークコール、ホットセットがこう、うん、走っていくところに、うん、もう飛んでヘディングで、ちょっとだけ角度変えてくださいぐらいの苦労をガンガン入れてたでしょ、うん、だから、そういう意味では、ベッカムもやっぱり、ベッカムの方が上っていう人は、やっぱり全員の名前でベッカムだっていう人は結構いるんじゃない、まあそうですよね。それこそ、まあ、映画で日本だとベッカムに恋してっていう放題になってますけど、あれ本当はベッカムのように曲げてですね。そうだもんね。あ、現地では、Bend it like ベッカムか。いかないでしょ、そのタイトルじゃ。そうですね。だから、まあ、あれはでもだからすごいタイトルだなと思いますけど、まあ、ちょっと余談になりますけど、ベッカムに恋してはすごいそのいい放題なんだろうなと思います。そうね。うまくつけたよな。そうですよね。あ、でも今の若い方はみんな見てないかな。あ、でも、ね、それネットいろいろ、ね、いくつか、ね、あるから、ね、ぜひ見ていただきたいですけどね。それこそ若い頃のキラナイトレーがね、そうそうそう出てますからね。あれ、キラナイトレーが最初くらいじゃないですか。うん、そう、あれ、それこそ、ね、ラブアクチュアリーかじゃないかい、うん、ラブアクチュアリーの方が後じゃないですか。後かな、はい、だと思います。はい。キラナイトレーウエストハムのファンだよ。ああ。そうなんですね。あれはロンドンの下町育ちなんじゃない？あ、そうなんだ。また、ウエスタムってそうですよね。東側ですもんね。そうですよね。あ、ちなみに、久しぶりにラブアクチュアリー見たんですよ。この間、久しぶりに、ね。年末年始ちょっと時間があった時に、うん、妻と一緒に見て、うん、それこそ妻が本当に綺麗な顔って言ってましたよ。綺麗な顔。いやでもあれですね、何回見ても何ていうんですかね、なんか改めてあ、この人とこの人はこういうつながりだったんだっていうのは改めてなんか気づいてなかった部分とか気づかされるんで、何回目かご覧、一回見た方ももう一回見てみるといいんじゃないかなっていうのは思います。結構サッカーに関するセリフも出てくるよね。ベッカムの右足はどうだとか、エルゼビはどうだとか出てくる。そうですね、はい、そうですね、エルゼビはボールファンを継ぐところがはい、そうですね。ということで、あ、すみません、ちょっと話が逸れてしまいましたけど、そう、あと僕はもう多分カシアさんって実は出すんじゃないかなと思ったんですけど、名前出てこなかったんですけど、イアンハート、カシアさん出すかなと思ったんですよ。いや、これからよ、これから、これからよ。先に言っちゃう、ここ書いてあるんだから、ちゃんとメモに。いや、すみません、ごめんなさい。いいよ、大丈夫。もう一人が来たから、ですか。でも出てこないかな、出てこないかな。来るかな。あ、男の子来ます。あ、これが男。暗いのね。これがレオ君。レオ君、どうも。レオ君だよ。あ、ちゃんと見てる、カメラ目線、いい感じよ。ちょっとパパ見るね。ちょっと緊張してるね。ちょっと緊張して、ああ、やっぱ見ちゃうの。そうね。ルダと違うわ、全然。緊張してる。そうなんだ。よかったよかった。あ、先週は女の子、今週は男の子っていう形で。いいかな。
ですね。はい、ありがとうございます。よかった、すごいな。いいタイミングで来てくれるの。素晴らしい。はい、すいません、先に言っちゃいましたけども、イアン・ハート。イアン・ハートは、要するにこういうボールですよ。ジュン、ジュンっていうボールです。あ、はい、やり足で。うん。それは2000年代の頭ぐらいに蹴ってたし。うん、はい。あの当時は、うん、要するにプレミアリーグが他のリーグのファンから下等、不当に下に見られてた当時だから。ああ、はい、うん。それで、イアン・ハートのフリーキックすごいぞって言っても、うん、見てないのに大したことないって人が多かった。ああ。そうなんですね、1回目はすぐ分かるから。うん。そうですよね。もう本当ですね、今ね、リーズが話題になってますけれども、ね、あの頃のヤングリーズは、ね、そうそうたるメンバーというか、これから来るっていう選手がいて、ね、サイドバックとしてイアン・ハートはすごかったですもんね。だからあそこでチームが、てか、首脳部がホーマン系とかしなくて、うん、地道にチーム作っていたら、もう、下部リーグをさまようことはなかったと思うしね。はい。もったいないことをしましたよ。うん、本当ですね。でも、リーズはあれだね。川勝さんが喋るときは、ちょっとくすぐられるな。やっぱり、昔の仕事で。そうですね。はい。今度は、ノーマンハンターの話して、ついて。いや、それこそ、あれでしたね。リーズ、あれリーズと、リーズあれ、何戦だ僕と川勝さんと一緒にやらせてもらったのは。ユナイテッドじゃない？そうだ、ユナイテッドリーズだ。そう、そうですね。そう、うん、ユナイテッドリーズですね。川勝さん、本当に楽しそうだったですもんね。そうそう。6人でね、飽きない試合ってそうそうないです。ない、ないですよね。いや、本当ね。いや、本当面白かったねって、楽しかったねっておっしゃってましたもんね、ゲームの後ね。ね、昔、どうですか、その往年の、まあ今、もう現役じゃない選手で言ったら、例えば僕はノルベルト・ソラーノとかもフリーキックイメージあるんですけど。あ、そう、なんか僕はソラーノ、もうないですか。うん、ないですか。うん、あ、僕、ビラの時よりもニューカッスルの時の方がやっぱイメージあるんですけど、あ、そうか。あとあれです、マイティームで言ったらハッセルバインク。ハッセルバインクね。うん、ハッセルバインク。ハッセルバインク、ハッセルバインクは、まあ、それこそアンリが2位じゃないですか、その12本決めてるじゃないですか、うんうん。どっちが先だったか忘れて、ちょっと記憶が定かではないんですけど、うん、まだ壁を作っている段階で、アンリが多分先だったんじゃないかな。その蹴って、チェルシー戦でフリーキック入れてるんですよ。で、それと同じことをハッセルバインクが、なんか やり返したか、どっちが先だったかなっていうのがあって、そう、彼、そう、アンリもハッセルバインクも僕の中ではフリーキックのイメージはやっぱありますね。確かによく決めてたイメージあるね、うんうん、まあ、ボックスの中でも上手かったしなかった、まあ、そうですね、うん、ですよね、うん、あとそういえばエディ・マーフィン、確かにそうですね、はい、確かに そっくりな感じがします。あとあれ、先ほど名前出ましたけども、セバスチャン・ラーション、ラーションのキックも定評ありましたね。はい、これはね、意外と、そう、知られてない、まあ、知られてないので、サンダランだもんね。そう、あとね、バーミンガムのイメージも僕は結構あるんですよね、うん、まだプレミアだったから、バーミンガムからサンダランだと思うんですよね、うん、まあ、丁寧なキッカーでしたよ。うん、はい。本当に、丁寧において丁寧に蹴るっていう感じで。うん、だから、それほど、記憶に残るゴールっていうのは皆さんないのかもしれないですけど、うん、やっぱりね、直接11回も決めてるので、まあ、これはね、あらがる時ですよね。うん、本当そうですよね。そうですね。ぜひね、皆さんもね、こういう選手、フリーキックで、まあ、記憶に残っている、まあ、リーグ違うところでもいいので、いろいろぜひまた書き込んでいただいて、この選手忘れてるぞっていうのがあったらぜひ書き込んでもらいたいですね。まあ、日本だったらやっぱり木村和司さんとかもすごかったし、そう、ね、でそうですよね、木村和司さん、あとはやっぱり、うんうん、チャンピオンズリーグの4大点と中村俊輔のフリーキックは、あれは今でもですね、セルティックのサポーターどころか、はい、ヨーロッパのフットボールファンがね、やっぱ語り草にしてる、すごいボールだったし、はい。そうですもんね。それも2つですもんね。ね、そうそうそう。そうですよね、うん。あれはどんなキーパーも取れないぜ。うん、いや、本当ですよね。キーパーが飛んだところとポストと
ここにボール1個しか入らないようなところに決めてるんじゃないですか、うん、はい、すごいよね。あ、本当ですよね。あ、それこそ中村俊輔選手に関しては、内田篤人さんの番組で岩政大輝さんゲストで来てもらったんですけど、今までその、まあ、岩政さんって合わせる方じゃないですか、そのヘッドで、はい、で、うん、誰が一番そのキッカーとしてすごかったかっていう話の時に、代表行ってここの辺に出してくださいって言ったら本当にそこに来たって言ってました。ああ、なるほど、うん、あ、ピンポイントで本当来たと思って、本当に来すぎて外しちゃったって言ってましたけど、だから受ける方がアバウトにこの辺にくれてたら本当にそこに来るって言ったもんね、すごいキッカー、うん、だから外すと相当怒られるらしいじゃない。ああ、あの中村俊輔選手に関しては、セルティックにいたティアニーが自分の憧れの選手は誰かっていう質問で中村俊輔選手挙げてましたよ。そうね、うん、それを俺が読んだ、うん、だからその、まあ、同じ左足っていうのもあるんだろうけど、うん、やっぱり、向こうの少年たちを虜にしてるわけです、はい、うん、だから中村俊輔選手はちょっと日本で評価が低すぎないかなと思う時あるけどね。本当ですよね。うん、だからあれ、スコットランドだから、スコットランドのリーグってそんな、特に面的に、レベルが低いわけじゃないけどね。うん。本当ですよね。そうですよね。もう何代にもわたっておそらく語り継がれるというか、もう完全にレジェンドですから、まあ、レジェンドマッチみたいなのには必ずずっと今後呼ばれ続けるであろうという感じですもんね、セルティックでは。そうね、だからそういう選手が日本人にいるっていうのはね、誇らしいことだよね。本当ですよね。では勝谷さん、今度は、はい、PK ということになりますが、はいはいはい、PK キッカーというところでいくと今どうですか、現在のプレミアリーグで。あれだろうね、うん、あ、名前でしたっけ、俺いつも間違えんだよな。ミリボエビッチミリボエビッチね、はい、クリスタルバイスミリボエビッチ高いんじゃない、はい、そうそうですね、確かに、ね、うん、そんな目立った駆け引きはしないけど、やっぱり丁寧に蹴るしね、うん、そう蹴るときはそうなんですね、うん、このシーズンでも決めてないんですよ多分ね、ミリボエビッチ。そうなんだよね、ないんですよ、うん、だからこれ そうなのよ、うん、そうなんですよ、そういう意味ではやっぱ PK が多いチームってなって、うん、僕はブルノ・フェルナンデスになるんですよ、ユナイテッド PK 多い、うん、ま、ちょっと言われちゃってましたけどね、クロップに。かなり多いことは間違いないとは思うんだけど、うん、だからまあそれでブルノ・フェルナンデスも成功率は高いけど、うん、まあ、あのワンフェイクを入れるみたいなのがちょっと覚えられつつあるからね、あ、はい、うん、でも一時ユナイテッド PK 機会いなかったからね、みんな揃えも揃って失敗してたから、うん、そういう意味では彼がやっぱり大きいんじゃないですかね、うん、あ、そうですよね、うん、どうですかね、まあ、最近でいくと、まあ、チェルシーではジョルジーニョであったり、今やっているとね、うん、それこそ、うん、そのね、勝谷さんのお話でちょっと今シーズンはっていうのはありますけど、うん、まあ、昨シーズンまでで言うとノーブル、まあ、ノーブルね、うん、ノーブルも PK 食品のイメージがあるし、あとミルナーも僕は PK 食品のイメージ、ね、あ、そうだね、ミルナーだ、うんうん、ミルナーも再開はしないよね、サイドに割と強いボールを蹴るって感じだよね、うんうんうん、そうです ね、 PK はね本当に、ま、はい、マンチェスターシティはかなり苦しんでますもんね。そうね。うん、そのエデルソンが実は僕が一番うまいから蹴りたいんだけど、許可してもらえないっていう話はしてましたよね。でも今ほら、PK のさ、ゴールキーパーのポジショニングが厳しくなったからさ、もうちょっと決まっても良さそうなのにさ、割と失敗あるね。うん、本当ですね。うん、そうですよね。そうかな。どうですかね、僕なんか PK キッカー、確かにでも最近よりも、ま、なんていうんですか、ちょっと少し前の方が名前は挙げられるかなっていう気はするんですけど、これもそれは言える、やっぱそうですか、うん、勝田さんどうですか、うん、これまでの PK キッカー、これはアーウィンだよ、もう、あんまり外った記憶ないもん、これ、うん、だから、うん、最初なんかで見たときに、え、アーウィン蹴るのと思ったけど、やっぱり、はい、これはうまいと思うし、あ、そうなんですね、アーウィンが安定感の抜けてるかな、うん、あ、なるほどな、結構決定率だと実はカントナが高いっていうのもなんかデータで出てたんですけど、
あんまりイメージはないですか、うん、ユナイテッド、カントナ、PK。いや、あのね、カントナが、よりも、その頻繁に日本でも見られるようになったのは、やっぱり、アーウィンの方が少し年下っていうのもあるんで、あやっぱりね、そういうイメージは、実際に見られたイメージっていうのがあるので、うん、確かにカントナの決定率が高いっていうのは知ってるけど、うんうん、なんかその印象ではなんかアーウィンの方が安定していたような気がしますね。うんうんそうですね。そうか。まあ、チェルシーで言うと、まあ、僕はもう完全にランパードなんですよね。PK といえば。そうね。感じはあるんですけど、どうですかね。近年で、ちょっと前、まあ、昨シーズン限りで引退しましたけど、ベインズの PK っていうのも、僕は、彼の PK はやっぱりね、はいはいはい、彼も PK 職人だったなっていうね、エバートンですけど。あったね。うん。左足だったよね。丁寧にやつだな。うん両方丁寧なのも受けたし、なんかインパクトあるのも受けたような気がするな、うん、割と。そうですね。うん。まあ、その辺は蹴り分けてたのかな。うん。あと、やっぱりいろんなこうサイトとか見ると、まあ、決定率がやっぱり一番高い、でもその本数をたくさん蹴ってるっていうのはあるんですけど、やっぱルチエが PK だったら、トツみたいですね。はい、はい、マット・ルチエもサウサンプトンですけど、うん、彼は26本蹴って25本成功で、成功率 96.2% だそうです。ああ、すごい。うん。今の人ルティシェ知らないでしょそう、まあそう、そうですよね。何人だっていうところからね、スタートしちゃうかもしれないですけど、イングランド代表ですから。そうそう、うんね。あの、ね、フランスに近いところの島の出身なので。はフランス系だからね。はい。なのでそういうね、名前なんですけど。まあ、ルティシェは残念ながらね、代表にはほとんど選ばれなかったんで、国際大会での知名度とか活躍はないんだけど。うん、とっても繊細なボールプレイヤーだったから、もうヨガになればもう少し知名度上がったんじゃないかな。そうですね。ね、もうワンクラブマンだったからっていうのもね、やっぱサウサンプトン一筋でずっと行ってたっていうのがありましたけど、あと、ちなみに2位がですね、ダニー・マーフィー。まあ、リバプールとかフラムなんですけど、彼も19本蹴って18本成功してるっていう。確かにフラム時代でもよく決めてたもんなっていう感じはしますよね。まあ、なんだろう、どうしてもほら、彼の場合は黒子な感じがするからさ。うんうん、どうしてもそのデータ報道の中にこうイメージとして残ってないでかわいそうだけど、ね。はい。そうですね。ちなみにその後が、ジェームズ・ビーティーで。ビーティー？ビーティー、ビーティーで、まあ、そう、17本蹴って16本成功して、僕ビーティーはなんかすげえ助走を取ってるって聞けるようなイメージがあるんですよね。だからそんなだったじゃないかなっていう。あ、これビーティーね、一回、細かい、厳しいマークにイライラしてるね。はい、で、後ろからあのマークが小吹いた印象がすごい強いんだよね。しかもかなりハードヒットした印象があるのね。これ、プレーと全く関係ないところで。はい、だから、どうしても、そっちのプレー以外のところの印象もすごく今強いものが起こったので、今ちょっと意外だった。あ、そうなんですね。僕、ちょうど、僕がロンドンに留学していた頃、まあ、サウサンプトンで活躍してて、結構、まあ、ベッカムはもう、すごく CM とか広告とかに起用されてたんですけど、ビーティーが、いろんなブランドで結構広告に起用されてたんで、まあ、ベッカムはもう分かりやすいイケメンなんですけど、ビーティーの、その、顔っていうのは、おそらくイギリス人が言う、かっこいいなんだろうなみたいなのは思ったんですよね。ああ、なるほど、そうなのかな。そうですね。あとあれでした、上位で上がってたのはウエストハムのジュリアン・ディックス、左サイドバック。これ覚えてない。そうなんですよ。僕もだからね、名前上がってて、あ、記憶90年代ですね。90年代、僕も全然覚えてないです。そうなんですよ。でも結構16本蹴って15本決めてるんですよ。記憶がないよ、うん、そうですね。まあ、ディックスに関してはちょっと我々が覚えていないというのがあるので、うん、ちょっと、うん、ウエスタムファンのハマーズの、ね、方とかにこういう選手でしたっていうのをぜひちょっと言ってみよう、ね、書いてみていただけたらぜひコメント欄にハマーズファンの方々ぜひ、ね、書き込んでいただけたらというふうに思います、うん、そうですね。あとは誰だろうな。あとは、そうですね、やっぱベイン、まあ、先ほど挙げたベインズとか、あと結構やっぱりすごい決めてる、まあ、本数そこまでじゃないかもしれないですけど、ちゃんとしっかりと決めてるのはベルバトフ、あ、そうね、アザール、ヤヤトゥレ、あとリッキー・ランバート、あ、はいはい、はい、あとはね、クレイグ・ガードナーも実は結構蹴ってたみたいです。あ、そうなんだ。はい、あとバロテッリもちゃんと結構決めてるみたいですね。あ、うん、まあ、あの人、過激が好きだったもんね、うん、そうですね。
でも PK はまた別物ですからね、これもね。あとほら、PK ってさ、普通、まあ、そんなに、まあ、駆け引きもするし、はい、丁寧にサイドに狙うみたいなのもあるけどさ、はい、70年の西ドイツのワールドカップに、オランダ代表でニースケンスが、オランダ代表でニースケンスがいたんだけど、はい、ニースケンスはでも駆け引きないんだよね。ほら、キーパーどっちかに動くじゃん。だから、インサイドでアインステップで思いっきり止まらないゲストなんだよね。うん。だからその後いろんな選手、日本の選手とか海外でいろいろインタビューしたけど、やっぱりど真ん中に来ている勇気ってないって。ああ。うん。そうですね。だキーパーはキーパーで、やっぱりど真ん中でとどまってる勇気もないんだってさ、やっぱり。はい。それほど。うん。それも、ね、いいのかな、真ん中に行けるって、ね。まあ真ん中そうですよね、うん。それこそ高校サッカー選手権の決勝でも、ね、真ん中、あれ、何選手だったっけな。それこそパネンカ、ね、蹴った選手いましたかね。その、はい、あ、うん、そう、これ、まあ、日本だとチップキックじゃないですか。うんでヨーロッパ全体的には多分パレンカなんですよね、言い方として。パレンカね、うんうん、で、何でしたっけ、イタリアだとなんかスプーン曲げ、何でしたっけ、なん、あ、またこれ最近こうやって出てこないね、なんとか起用なんとか起用じゃダメだよなみたいな、なんか、はい、そう、なんかいろいろ国によって言い方あると思うんですけど、多分大体こう現行向こうのサイトとか見てても英語では大体パレンカって書いてありますね、うん、人の名前が、うん、ついてるわ。そうですよね。うん、そう、チェコスロバキアか、ね、ですよね、うん、76年のユーロかな、決勝でやったんですよね。はい、うん、そうね、っていうね、まあ、そういう、まあ、そういうのの歴史も皆さんね、結構名前が、なかなかサッカーの技で名前がつくっていうのはあまり珍しいと思うんで。そうね、珍しいよね。珍しいですよね。体操はね、名前ばっかりですよね。パネンカぐらいじゃないの、本当に。うん、そうですよね。あと、そうそう、ペレって技もないし、クライフターンはあった。うん、ああ、そう、クライフターン、そうですね。でも、プラティニって技はないもんな。ないですもんね。うん、そうですもんね。うん、ね、ジダンもジダンじゃなくて、マルセイユルーレット、ね。マラドーナっていう技はない。ないですもんね。そうね。うん。そうですよね。だって、やっぱパネンカってすごいんだよな。すごい、すごいですよね。うん、ね。ね、うん。ね、そうですよね。PK キッカーね。そうですね。ぜひ皆さんもね、今、現役でもそうですし、過去の、あと、まあ、今、プレミアで取り上げたんですけど、世界的な、その PK キッカーみたいなね、ところもぜひ、ね、書き込んでいただけたらというふうに思います。ピグノとかって PK 多かったのかな？そうですね。でも誰ですかね？ PK、うん、PK。まあね、どうなんだ。いや、それこそ PK で言ったら、よく、まあ、リネカーが言ってますけど、まあ、結局ね、イングランドは PK で負けるみたいな。でドイツが最後に笑ってるみたいな ね、だよく、だって PK はもうドイツが強いみたいなイメージがありますからね。あるね。うん、そうですね。まあそれも歴史も覆していかないと、他の国は。そう、そうですね。本当ですね。ということで、ちょっとね、今回前回もそうですけれども、Zoom でお届けをしているので、ネットの環境などもありまして、ところどころやっぱりどうしてもやっぱ難しいですね、ズームは。まあそう、あとは、まあ、今うちに人がいる時代じゃない、長い時間、うん、この時間帰ってきちゃった、はい、だから、はい、俺ほら3時以降、今日は5時とかに始めてるけど、もっと、はい、早く始めたの方がいいのかもね。だから多く使う時間がやっぱり厳しいっていうのはよくね、うん、特にマンションだとそうなるっていうのは言いますもんね。会社結局一つだから、それをね、分岐してるから、使う人が多ければ多いほどネット環境悪くなるっていうのはね、うん、っていう、僕は言いますけど、すみません、僕は本当にアナログ人間なのでそういうふうに聞きますけどしか言えないんですけど、うん、ずっと不安定で出てるもんな、うん、ああそうなんですね、うん、ね、そろそろお時間となってきましたけれども、勝谷さんでは最後に、どうですか、まあ、Zoom だったら誰か呼べますけどとかもありますし、あとね、お正月に見た海外ドラマを勝谷さんに聞きたいですっていうのも生駒さんから来てますよ今、はい、これからいろいろ見ようと思って、あれ見て、殺人を無罪にする方法、あ、っていうのはあるんですか、うん、Netflix で見て、うん、あ、そうなんですね、そうなんですね、そうか、一気見しましたので、うん、いやそうか、しょうが、僕もなんかそうですね、いや、なんなんか、ちなみにお正月の家族小話お願いしますって来てるんですけど、僕、あ、一つだけあります、
うちの長男と妻合作のお弁当が賞を取りました。おめでとうございます。住んでる地域の市の、PTA 連絡協議会かながやってる食育推進コンテストっていうので、なのでキャラ弁とかじゃないんですよ。食育なんで、その栄養とかバランスとかそういうのっていうので、うん、なんだっけな、元気ウイルスに負けるな元気もりもり弁当っていう題材で、はい、あの僕のツイッターで一応どんな弁当だったかって上げているので、もしよかったらそちらを見ていただけたら幸いでございますということで、はい、今回は、キッカーというところで、最強のプレースキッカーは誰だということでお届けをしてきましたけれども、またこれは勝谷さん、それ人それぞれですから、皆さんにまた選んでいただきたいですね。個人の感覚もあるでしょうから。そうですね。勝谷さん言います、どうですか、プレースキッカー、この人、最強のプレースキッカー誰みたいなのを挙げるとすると。最強のプレースキッカー、どっちだろう、やっぱジュニー・ジョ・ベルナム・カーノかベッカムになるけどな、どっちか。そうですね。どっちかってなったらベッカムかな。確かに、もうどうしてイメージからすると、やっぱりフリーキックイコールベッカムみたいになってますもんね。皆さんもそうなのかな、どうなのか、またぜひそのあたりいろいろ書き込んでいただけたらと。いうふうに思います。勝谷さん、告知などはよろしいですか。いいです、あの本当ちょっとなんか本当インターネット不安定で申し訳ないですね、いえいえとんでもないです、こればっかりはね、またなので本当にスタジオで早くやりたいですね。そうですね、その方がやっぱりやりやすいこと、やりやすいことやりやすい、ありますので、はい。ということで、今週も加瀬秀樹さんと一緒にお届けをしてきました。加瀬さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは今週はここまでです。さようなら。